今まで、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。私はこの北京オリンピックを集大成で決め、悔いが残らないよう、この1年間は私のスケート人生の中で一番考え、そして一番練習してきた1年間だったなと思っております。その中で北京オリンピックは目標としていた結果に届くことはできませんでした。そしてその中、最後のレースと決めていたオランダでの 1500m、表彰台に上ることはできませんでしたが、しっかりと自分のレースができたことが本当に嬉しかったです。ですので正直すごく悩みました。帰ってきてからの隔離期間、もう練習をしなくていいのかって考えた時に、氷上の上にまた乗りたいなっていう思いがすごい湧き上がってきて、体がムズムズしたりもしました。怪我をしているわけではないので、スケートができないわけではないですし、今回のオリンピックや私のスケート人生において未練がないわけではありません。ですのでこの3週間、現役を続行しようか引退しようかどうしようか、すごいたくさん悩みました。そして考えました。その中、私高木菜那は現役を終えることを決意いたしました。私が引退を決めたきっかけとなったことが2つあります。最後のレースをオランダで終え、第2の人生を考えたときにすごくワクワクしたことです。新しい世界に飛び込んでいきたい、新しい世界を見ていきたいとずっと思っていました。スケートと同じぐらいやりがいのあることをこれから見つけていきたいと心から思えたことが1つ目の理由です。そして2つ目の理由は、私が思い描いたようなレースができたことです。今まで私は自分のことを信じてあげることができませんでした。どのレースも不安で不安で仕方がありませんでした。ですが今年は不安の中でも自分を信じて最初から攻めたレースができたことが本当に嬉しかったですし、やっと心から自分のことを褒めてあげられた瞬間でした。高木美帆の姉ではなく、やっと自分の意思で高木菜那として氷の上に立ち戦えたことが引退を決意したもう一つの理由です。高木美帆の姉としてっていうのは、高木美帆の姉ではなく高木菜那っていう一人の選手として自分自身がそれを受け入れるってことがやっぱり今までできてこれなかったなと思っていて、どんな時でも妹が早いからだったりとか、やっぱり自分自身でなんか妥協してしまうんじゃないですけど、そこに自分の逃げ道を作っていたなとか、そこを言うことが結構あったので、その考えを今年、何のためにスケートをしているのか、どうして速くなりたいのかって考えた時に、やっぱり鍵穴として氷の上に立ちたいなっていう気持ちがすごい芽生えてきたので、それができたことが今年は本当に良かったなと思っております。私は妹がいたからこそここまでスケートを続けることができたんだと思いますし、妹がいたからこそここまで世界で戦うことができたなと思っているので、妹に関しては辛いことの方が乗り越えなきゃいけない壁っていうのは本当にたくさんあったし、その間すごい辛かったなと思うんですけど、でもそれがなければ今の高木菜那はいないなと自分では思っているので、本当に妹が妹で良かったなと心から思っています。それで最後のオランダ大会はもうヨハンに今回が最後かもしれないっていうのを伝えていたので、ハイタッチができるようなレースがしたいなってずっと考えていて、最後まあ55秒切れた、まあ、表彰台にはなれなかったですけど、もうヨハンがすごい喜んでくれて、まあ、最後
もっと続けたらいいんじゃないかってすごい言ってくれたんですけど、その中でもなんか今まで、喧嘩することの方が多かったんですけど、最後飛んでくるぐらいのなんかヨハンの喜んだ顔だったりとか、もうハグしてくれたりとか、そういうのがすごい嬉しかったので、あ、このタイミングで私は終わっても悔いがないなって本当に心から思った瞬間だったので、オランダのレースはすごい心に残るレースだったかなと思います。今後に引退後に関しましては、いろいろな角度からもっとスポーツを学んでみたいっていう思いと、いろんな角度からもっとスポーツを伝えていきたいっていう2つの思いが今私の中にはあります。今まであまりやってこなかったピラティスやヨガのことをもう少しもっと深く学んでいけたらなと今は考えております。そして伝えるに関しましては、もし機会をいただけるなら、メディアや講演などを通して自分なりの経験を自分なりの言葉で多くの人に伝えていけたらなと考えております。そしてでやってみたい、でも食レポはやっぱり食べ方とかちょっと見えちゃうことがたくさんあるから、でも美味しいものは食べたいなと思いますし、まあ、第一に考えたらやっぱりスポーツのことを伝えていけたらなって思ってもいるんですけど、もう今まで本当スケート人生しかスケートのことしかやってこなかった人生だったので、また新しい世界に挑戦するにあたっていろんなことに挑戦できたらなと思うので、まあなんかいろいろ知りてもらえたらなと思います。一つは本当人とのつながり、出会いの大切さ、いろんな人の支えがあるからこそ私は一人のアスリートとして戦ってこれたんだなって心から思っているので、そういう人とのつながりの大切さっていうところも伝えていけたらなとかっていうのも思っていますし、あとはどんなに辛くても、どんなに苦しくても前を向いて立ち止まってもいいから歩き出せば絶対に光が見えてくるっていうのを何度も何度も体験してきていたので、苦しくても同じぐらい幸せなことってあるんだよっていうところは伝えていけたらなと思います。そうですね、最後まで笑顔でいようっていうことはあったんですけど、ちょっとヨハンの話の時に泣いてしまったんですけど、それでも最後まで明るい雰囲気の中で会見ができたことはすごい良かったのかなとは思います。引退することを決めましたっていう前にちょっと間があったなと思ったんですけど、なんか溜めましたちょっとみんな引退じゃないみたいな気持ちになるかなとか思いながらちょっと溜めました面白いかなと思ってそうですね、本当発信していきたいことはいろいろとあるんですけど、でも本当に人に伝えるっていうことは自分の言葉に責任を持たなきゃいけないのかなとも思うので、しっかりと考えて伝わるように発信できたらいいなとは思いますし、まあインスタライブをこれからやるかどうかわからないですけど、そういう面でもっと気楽に発信できるのも今このご時世増えてきているので、そういう中で今まで応援してきてくださった人たちに感謝の気持ち述べられたらいいなと思ってます。やっぱりオリンピックが一番、特に私たちマイナースポーツの競技にとってはオリンピックが一番、どの国の人も日本のどんな人でも見てくださる、一番応援してくださる大会だなと思っているので、その中で結果を残せるっていうのは自分たちもすごい嬉しいですし、その周りの人たちに何かを伝えられる一番の場所だなって思っているので、そういうことがいい結果でも悪い結果でも私たちの滑りを見て何かを感じ取ってもらえれる人たちがいたら私は嬉しいなと思います。と今まで長い間応援していただき本当にありがとうございました。と皆さんの応援が背中を押してくれて、どんな辛い時でも皆様の応援があったからこそ立ち上がり最後まで戦い抜くことができたんだと思います。私高木菜那は皆様がいたからこそ一緒に歩んで一緒に戦ってこれたのかなって思うので、
今の高木菜那がいるのは皆さんのおかげだと思っております。本当に長い間私のスケートを応援していただきありがとうございました。第二の人生も自分らしく歩んでいきたいなと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。